青春パンクな感じになってきました。こんにちは、柴田です。今日はですね、こちらのレビューです。デジテックトリオというわけでですね、今日はこのトリオのご紹介なんですけれども、まあ、デジテックが出している、まあなんていうんですかね、あのセッション、一人セッション用エフェクターみたいな感じで、この子にコードを覚えさせるとベースとドラムをですねやってくれるんですよ。意味わかりますか？説明の仕方が難しいんですけど、弾くとそれを覚えて、そのコードをベースが鳴らしてくれて、しかもドラムもツクツンツクツンって叩いてくれるという風な機械なんですけれども、ジャンルがですねたくさんあります。なのでリズムパターンをいくつも変えられると。でスタイルがあって、まあ、これもですねパターンですね、いくつも変えれるというところで、まあ一回聞いてみてください、どんな感じなのか。今回はですねレビューとしてコードを鳴らして、それでどんなリズムパターンがあるのかっていうのをですねお見せしたいと思います。では試しにですねカノンの進行でコードを取ってみますね。ちゃんと拾ってますよね、コード。ちょっと寄りますね。ここがジャンルです。今ポップスになってますね。でここがベースの音量、ドラムの音量。絞るとベース音がなくなってドラムだけになりますね。でテンポで、これスタイルですね。スタイルから変えてみましょうか。今ポップスでスタイル2。跳ねてますよ。王道な感じですね。ポップスだけでもこんなに幅広く、
ちょっとジャンルを変えてみましょうかね。ロック、あー、こっちの後半スタイルの後半の方はちょっとバラード寄りな感じなんですかね。ちょっと1にしてみましょうか。オルタナのロックですね。 ALT ロック、なんか洒落たリズムが結構入ってますね。ちょっとロックにしてみますね。ジャンル変えますね。カントリR&B にしますね。ジャズ、いやーそれっぽいっすよね。ベース音もっぽくなった感じしますよね。
スにしてみましょうかね。テンポ上げてみますね。下げてみますね。曲になってますね。青春パンクな感じになってきました。という感じになりました。いかがでしたでしょうか。最初に説明した意味を分かっていただけたかなと思います。まあ、普通にですねルーパーみたいにコードを覚えさせて、でそのコードをですね拾ってくれるんですよ、この子が。なのでベース音を鳴らしてくれましたよね。でリズムも自分の好きなリズムにですね結構いろんな種類入っているので、割と面白い曲とかも作れるんじゃないかなと思います。まあ、自分で発想できないようなことを作ってくれるんで、まあ、例えばこういう曲ができたって言ってこうコード弾いて覚えさせて、いろんなリズムパターンを試して自分の発想以外の何かをですね吸収することもできますし、まあ、ただただ行動に沿ってアドリブ練習したりとかいう人にも使える機材ですね。まあ、最近ですねご縁があってデジテックのエフェクターを非常にたくさん買ってるんですけれども、
まあ、たまたまですねこういったものを見つけて購入させていただいたんですが、もう割と面白いなというところでですね、今後もちょっといろいろ使っていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。